キーブレード戦争って知ってる？え？当然だろ。大昔、キーブレード使いたちが光を奪い合ったってやつ。マスターから何度も聞いたさ。奪い合った光でキングダムハーツを出現させて、何がしたかったんだろうな。さあな、戦争を起こす理由なんて理解できないよ。じゃあ、ロストマスターって聞いたことある？何それ？キーブレード戦争は彼らが起こしたんだ。初耳だな。どこで聞いたんだよ。いや、彼らのためになのかな。意味わかんねえ。本当は知ってるんだろ？何が？彼の地で光は闇に敗北する。次期マスター候補のお前が知らないはずない。そうね。見つめる目が全てを見てる。もう決まってるんだ、この世界の結末は。結末が決まってたらつまらないだろう。もし闇に敗北するなんて結末になるなら、俺が書き換えるさ。かなりの自信だな。でも、勝負の部が悪いんじゃないか。光は闇と違って、目に見えるものだけじゃない。最後までわからないさ。期待してるよ。チェックメイト。言い伝え通りだな。光は闇に敗北する。また違う策を考えとくんだな。まだ終わってないよ。まだ戦える。いや、そんなはずない。今ので詰んだはずだ。うん、危なかったけどね。でも結末が決まってるのはつまらない。光は目に見えるものだけじゃない、そう言っただろ。光は過去からだって届くんだ。だから最後までわからないって言ったろ。ああ、そうだな。あれ？珍しい。何が？いつもならなかなか負けを認めないのに。あんまり負けないからな。それ言う？今日のは見事だった。でしょ？結局最後はお前に負けるのかもな。はあ？世界を救うのはエラクスみたいなタイプだよ、きっと。照れるな。その時は俺も隣にいたいな。ああ、俺もお前の隣にいるさ。